どうも皆さんこんにちは。はい、今回は、デク編成でちょっとやってみました。ごめんなさい、ちょっと1体はデクがちょっとおらないので、デク3体で行っていきたいかなと思っております。はい、デク編成なんですけども、これまず、あ、ちょっとごめんなさい、1回ですね、ギミックの方ですね。はい、すいません。16バリアとワープ、そして弱点効果アップで、直殴りバー率と、弱点移動があります。で、貫通制限ですね。はい。まあ、あとはダメージウォールもありますね。まあ、ダメージウォールとブロックはそこまで気にしなくてもいいのかなって思っております。はい。で、ボスの種族がアジンですね。はい。ちょっと今回は、デク編成の方で、立ち回りしてみました。はい。ここまず第一ステージなんですけども、先にね、即死を放ってくる、中央の雑魚ですね。この胞子。なんてかな。はい。そちらを先に倒して、反射も倒して、その後、ずっとね、ターンをね、調整していきます。はい。調整というか、まあ、SS をね、貯めます、ここで。はい。まあ、なんですけども、まあ、ちょっとね、ちょっと長いと思うんで、すいません。ご了承ください。はい。で、あとはおすすめの紋章が、収穫回収と対比、木の心得、普通のと情と極みですね。この3つですね。はい。まあ、紋章をつけたらね、まあ、できたら、あ、まあ、できる、んー、そうだな、うん。まあ、ワンパンラインには乗りますかね。はい。まあ、キャラにもよるんですが、はい。まあ、基本的にはここは反射のアンチ16バリア、もしくはアンチダメージウォール持ちの、編成が、おすすめとなっております。まあ、一応なんですけども、まあ、弱点を攻撃すると弱点の位置が移動と、そして弱点倍率が通常よりも高い風になってますね。はい。まあ、シュリンガーラの豪雪と同じようなクエストになっております。はい。まあ、ここ基本的にはもう道中さえしっかり頑張れれば、まあ、あとはね、ボスでワンパンできますので、はい。まあ、もしね、ワンパンできないようにために、一応ね、3体とも、SS は貯めておきましたね。はい。で、すいません。ちょっとね、ここからちょっとカットさせてもらいますね。ごめんなさい。すいません。はい。ね、ちょっとごめんなさい。カットさせてもらいました。はい。まあ、こんな感じで、まあ、だいたい止まると、ね、突破してください。はい。で、次が第2ステージですね。ここもまあできたら配置をした方がいいですね。最初に、これでね、デクで、真ん中でちょっと寄せていきながら、弱点を、隣に動かせます。で、今ちょっと配置がしてるんですけども、で、これ神楽で、真ん中の2体を、まあ、同時処理ですね。で、その後に、ウリドラと、サンダーバードじゃなかった、フレズベルクの間に挟まりに行きます。こうすることによって、ね、だいぶね、ダメージが削れますので、まあ、こういう戦法もありなんじゃないかなと思いましたね。はい。まあ、別に、カッチンから倒し、あ、カッチンとフレズベルク倒して、ブロック展開してもいいですし、このデクの編成だと、まあ、こういう形でね、間に挟まってポンって、倒せることが可能ですので、はい。あとはもう即死だけね、注意してもらえれば全然、OK ですので、はい。ただちょっと16バリアがちょっと多いので、まあ、そこだけはちょっと注意かなと思っております。はい。で、ですね。カドラですね。はい。ちょっとここはですね、ちょっとできなかったですね。はい。まあ一応ね、これでもうデクも3体とも溜まってますし、まあカグラも、ね、一応保険として、SS を貯めておきました。はい。で、カッチンは友情じゃ、倒せれないので、必ずね、直で殴れるように、する形でしていきましょう。はい。フレズベルクは、弱点入らないと、ダメージが通らないので、まあ、なるべくね、弱点に触れるような形で、倒すと。いいのかなと思っています。はい。まず弱点ですね。弱点当てて、カッチですね。はい。で、そうですね。まあ、デク4体編成であれば、まあ別に、あれなんですけども、ちょっと自分の場合は、デクが3体になったので、ちょっとね、ターンを調整してます。まずはカグラで、はい、倒しますね。で、ここの中ボスなんですけど、中ボスは、弱点は別に関係なくね、デクの SS でバンパンできますので、紋章なしでも確か良かったのかな。
ここはちょっと紋章使ってないですね。次のね、デクのワンパンするためにちょっと配置していますね。ここでちょっと倒してしまうと、はい、SS がね、ワンパンできないので、ちょっとごめんなさい、グダグダな説明ですが、ご了承ください。すいません。はい、ここもですね、ちょっと配置してます。はい、2体ともですね。で、次のデクで、SS で、ワンパンという形ですね。まあ、本当であれば、魔導士を倒して、2体魔導士倒して、宝士と、カッチンをどう、破壊さ、あ、じゃ、まあ、破壊して、クロスドクロマークを発動させて、まあ、バリアで、ね、普通に行く手順なんですけども、このデクの編成だとこういう風な形でね、できますので。お前の知ってる兄貴なんてもうどこにもいない。はい、で、デクの SS ですね。でまずはちょっと、カグラはちょっと、一旦ですね、耐えてもらって、弱点は必ず上に来ますので、この配置であれば必ずね、ワンパンできますね。ちょっと、カウンターキラーは多分乗ってないと思うんですけども、はい、ちょっと紋章ですね。自分は同族の過激特 M と、同族の、あ、戦型の過激特 M ですね。で、紋章で待機の上になります。これでワンパンですね。はい。まあ、これでもワンパンできたということで、すいません。本当に。よかったです。はい。本当に最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとグダグダ説明ですいませんが、ご了承ください。よし。まあ、なんとかやったね。本当に最後まで本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。